ントですね、ポイントです。2対2ブザービーターという形で24秒ギリギリで入りました。そして一方金丸浩介のスリー、このダウンショットを決めてきました。点結を破っていきまして、今度はシェーファー・アビー・コーキ24秒いっぱい使っていく得意のステップのガードが止まっていった。いやちょっと林と斉藤が共に入ってきています。そしてジャスティン・バーレル、それから9番のアントシュートはサーダーです。最初のポイントはドルフィンズ、スリーンプレーはシェーファー・アビー、5秒4秒というところ、ガードナーのスリーにかける決めた。逆に早くパスを回しています。シーホース柏木のスリー来たー、木下、そこにそのシュートを決めた柏木がチェックに行きます。張本鉄拳を出した。お互いのちょっと精神力が試されますね、この時間帯ね。そうですね。あー、いいやー、ダンクー、2人戻しましたね。そしてエアーズのスリーを打ってく、決めた。チームを救いました。いましたのでね。はい。JB ヘルプに行っている柏木。JB そのままここは勝負に出たんだ。わずかに3ポイント差。ボールをまず持ちたいという自分のポジションにしたいというドルフィンズ。ジャンプショット決めた。決めた。9.3 秒。懸命のディフェンス。そして自分のポジションにするケースもあったんですが、一旦その前のポジションで一旦自分のマイボール。87対82、動きが止まってブザーが鳴った。ヒリヒリするような展開をとってシーホース三河開幕5連勝。